お付き合いでございます。また動画が始まってからドドーって寄るのやめろよって、はい、自分に言いました。どうもピッと押してから目の前にあるものを取りに行ったりとか多いよね。さてと、今日の動画のタイトルは革の巻き方についてやってみようと思います。今日も始まりましたけれど、今こう画面を見てて思ったんだけど、あのここ何本かさ、全く同じ、いつも同じ格好な感じがするけども、袖のまくり方から一緒じゃんってことは、あの一日でダーって何本も撮ってるってことです。はい。で、冬の間着てるものは同じものを3枚持ってるんで、ずっと変えてても洗っててもずっと同じものを着てるような感じになってますけども、あの近くに来てもあの臭くないんで安心してください。はい。ってな感じで、今日はあの巻き方ね、これもねツイッターでちょろっと見たんだよね。どっちで巻くのがいいのかなみたいなのをちらっと見つけたんで、あ、これはちょっとネタにしようかなと思いました。うん。あのね、今日は表巻き裏巻きってあるでしょ。あの銀面がある方を表とするならば、裏側を床面が、そう、床面ケバケバの方が裏側とするならば、ね、あの銀面を内側にして内巻きにするのか、銀面を外にして巻くのがいいのか、あのね、これは正解はないです。正解、あのいつも言ってるけどね、もう皆さん耳にタコが出てると思いますけど、正解がないんです。ない正解を求めようとするから辛いんですよ。あので、答えは目の前の川に聞きなさいっていうのが僕のスタイルです。スタイルというか、教える時もそう、答えは僕が持ってるんじゃなくて、あなたの目の前の川が知ってますよと、そこに聞きなさいというのが僕の教え方です。あのポリシー、ポリシーじゃねえな、そう、それが絶対的な、変わることのない絶対的な答えだと思います。答えはそこにあるよっていうのが、ね、よいしょ。まあ今日も仕事しながらダベリか、ダベリな感じですけどもね。今日革の巻き方ね、分かりやすい例でいきましょう。例えばブッテーロとか、あの硬くて張りのある革、硬い革、硬くてある程度厚みのある革ね、僕はあのこういう硬くてスムーズね、脂肪のないスムーズ、硬くてスムーズで、革は表を外にして巻きたい方かな。あの一番いいのは、まっ平らにして平積み で日に焼けないようにひっくり返しておくのが一番いいと思いますよ。巻き癖もつかないで。それができる工房とか広さのを持ってる方ってそうそういないと思うんだよね。平積みで大概巻くでしょ、スペース的にね。で、僕はこう巻いています。で、柔らかい革は逆に内側に巻きますね。こっち側で柔らかい革とか、オイルがたっぷり入ってる革とか、あとは同じこういう感じの革でも、きなりで、あのこうやって表に巻いてたら、たとえこの上に紙を巻いてて、なるべく日の当たらないところに置いても、やっぱりちょっと紫外線が届かないようにしてても、やっぱちょっと焼けるんだよね。で、巻いてるところとこの一回り目と二回り目で色が変わったりするんだよ、きなりとかはね、焼けやすい革は。だからあえてリスクを承知で内側で巻いたりします。なんでっていうと、これ多分もうこれ、まあそうだね、あの筒で細いやつだったらこんぐらいでしょ、きつく巻くとなるとね、これぐらいかな。そうするとほら
りじわみたいのが入るんだよね。内側に巻くとこうやって。でまあ平らにすれば戻るっつってもねっていう。逆にギューってこっち側にこうねギューって曲げてこうすれば戻せばそれはシワにはなるんだけど、この折りじわが考えてみりゃさ、厚みが厚ければ厚いほど曲げた時に内側の皮はシワシワになるじゃん。薄い皮はだから外の距離と内の距離と内側の距離が差が大きくなるじゃん、厚みがあればあるほど。通じる？通じてる？うん。だから同じような状態、同じような皮でも薄ければ外側と内側の距離はあんま変わんないんで、あんまりこういうの気にしなくていいんですよ。厚いとこうシワになる。で外側に巻いてる。でもなるべく緩くね、なるべく緩く。だからの筒もぶっといのと細いのとあるんだけど、ぶっとい方で。よいしょ。ね、こういうのとこういうんじゃ違うでしょ。常にそこに余ってんのも太いのと細いのとはある。巻き替えたりするんでね。まあ、その辺を旦那さんもここね、旦那さんじゃないよ、うちに送ってくれる問屋さんもそんな風に巻いてます、うん、基本的にそういう風に巻いてくれてます。はい、そういう理由があってそういう風にしてるわけで、脂肪のある皮なんていうのは内巻きにしたってしたら内側の厚みがあろうがなかろうが内側のにシワが入るわけじゃん。距離が短いわけ。こうなって外側はピンと張って内側にシワ、そもそも脂肪があるから関係ないわけで、かえって脂肪が伸びなくていいんじゃないですかね、脂肪を特徴とするならば。でオイリーな皮、オイルが入ってて厄介皮は割とこう伸びたり縮んだりするんで、そこら辺が許容範囲が広いっていうのかな。前はね、何でもかんでも内側に巻きゃいいもんだと思ってました、僕は。銀を内側にしてね。まあ、どっちで巻いてもいいんですよ。どっちで巻いてもいいの。正解なんてない。ただ、そうやって巻いた時には、こういう風な傾向があるよっていう。要は、シワの問題。ね。焼けの問題。あとは、なんていうのかな、裁断するときに、硬くて張りがある革でも、こうなってる方が、表から刃を入れるじゃん。抜き方でも何でも。で、定規で押さえて切るにしても、こう反ってる方が押さえやすいかな。端がこう上に上がるじゃん。内巻きだと。内巻きだと、こういう状態になってるじゃん。これをより真ん中がポコンってこうなってる方が押さえやすいっちゃ押さえやすいよね。ずれにくいというか、なんというか、まあ、それは人によるかな。で巻き癖がつきやすいかはつきにくいかもあるしね。だから皮はこっち側に巻くって決めつけない方がいいと思うよ。焼けが気になるのか気にならないのか、その皮は硬いのか柔らかいのか、厚いのか薄いのかで決めればいいんだと思います、うん、なんかそう説明が乱暴なんだよな。そういう皮はこうやって巻きますみたいなね、そうかいみたいなことを思うことはありますね。だから僕が言ってることっていうのは、なんていうかこうふわふわしてるような気もするんだけど、そうじゃねえよって、もっとバシッと答えが知りてんだよっていう人にとっちゃ、僕がこう喋ってるのを聞いてもずっとモヤモヤしてるかもしれないけど、だってそうじゃんっていうことをずっと僕は解いてる気がします。よいしょ。
これね、こっからこれを折り終わった後しまうときにね、この間違えると大変面倒くさいことになるので、動画を撮らないで集中してやろうと思ってます。はい、これを折り終わるまでね、今回の動画は。何回か言ってるけど、ちょっと迷ってたことがあってさ、プエブロね、もうこれ以上カラーラインナップ増やしたくねえやーと思ってたんだけど、このね、不思議な、なんとも魅力のあるこの感じの、このプエブロって川です、これね。プエブロ。これも、から結構、うちで5色展開、6色展開してるのかな。いいっしょ、いいっしょって分かんねえよ、これじゃあって、ね、いつものモデルです。でもこれのこの皮で、この皮で、これはブッテールでカチッと硬い皮です。この皮でこのカラーバリエーションやりたいと思って、でブライドルもあるんだよ、うちブライドルも赤と黒あるから、ブライドルもこれやろうかなと。うん、だから同じモデルなんだけど、革の種類が3種類になってやりますと。増やしちゃえということで、問屋さんにお願いしました。まあね、ちょっとこの赤はね、パパベロは早く入ってくるんだけど、その後の革はちょっと時間かかりそうなんで、このプエブロの黒ってちょっと興味あってね、どんななんだろう、ワクワクしてます。やっぱ触ったことがないその色、同じ革でもその色ね、やっぱり初めて頼むときってちょっとワクワクするよね。うん、これこの赤黒シリーズかっこいいなと思ってますよ。ブライドルは俺どっちで巻いてたっけな。ブライドルは硬いけど内巻きにしてたかな。あのほら、後で紙を巻いたりさ、ね、結局こう触る面ところっていうのは少ない方が、どっちにしろ巻いていったらね、か、どこかに当たるんだけど、なるべくあのブルームってやつは取りたくないじゃん。内側に巻いてたような気がするけど、どっちだっけかな、見に行かないとあれだけど、パンダーさんが巻いてくれたそのまんまの方向だと思いましたけどね。パンダーさんじゃねえ、問屋さん。まあ問屋さんじゃなくても革材料店ね、小売店で買われる方もいっぱいいると思いますけど、やっぱそれぞれ皆さん考え方があるから、同じ銘柄の同じ革でも買うショップによって巻き方って違うんじゃないのかな。うん、まあ僕は本当その革によって変えてますっていうのが答えで、その変え方っていうのは、その判断基準っていうのは先に述べた通りでございます。ああ、もうこれね、これね、このほんのちょっとのこの折り方で全然違ってくるのよ。もうよし、これさ、ここに2本線入ってるじゃない。普通にポンって折れたらどっちの線がメインで折れるか分かんないんだけど、こっちじゃなくて、こっち向こう側、こっち側をメインでキュッて、同じ折るにしてもね、同じ折るにしてもこっち側が折れていて、今ずっとやったやつで、こっち側も少し折れてるぐらいにしないと、でこうするじゃん、でこれ内側に折るじゃん、でこういって、ここの穴にこれが引っかかるんだけど、ここの折り方を
ちょっとしたコツなんだけど、間違えるとここにパチンとこう食わないんだよね。距離が、ここの距離がこっち側が短いから、今ほらちょっと苦労してたじゃん。ああいうことになるんで、ほんのちょっとのことなんだけど、ちょっとのことなんだけど、そうして結局はここがこう四角くなるわけなんだけど、こっち側の折り目を強くしないとこの箱って綺麗にこうスパッと形にね、一発じゃならねえよっていう、どうでもいいことを言いました。まあ何にせよこういうちょっとしたコツというかね、そうなんだろうね。はい、てな感じで折り終わったので、今回の動画はこんなもんで終わろうと思います。じゃあね、バイバーイ。